今回はお風呂の排水口の掃除をやっていきます。では蓋を開けてパーツを取り出しながら汚れ具合をお見せしますね。であらかじめこのヘアキャッチャーに溜まっていた毛とかゴミはポリ袋を手にはめ込んでこんな感じで集めて、そして反転させて、で残ったものはティッシュペーパー取って袋に入れて寄せてあります。まずは排水口周りをお見せしますね。はい、ここに黒カビがありますよね。こっち側もちょっと黒くなってますよね。でこの丸い黒い汚れはこのゴムの色移りですね。ではヘアキャッチャーを取ります。はい、ここにホコリが絡みついてますね。この感じ、ぬめり汚れと石鹸カスもついてますね。そして筒です。はい、ぬめり汚れと石鹸カス、生き物汚れですよね。ここにはブヨブヨ石鹸カスがありました。すごい汚れてますね。ついでにオーリングも外しちゃいます。そして、はい、わ、すごいです。たっぷり石鹸カス、ブヨブヨ石鹸カスですね。はい、ついております。そして一緒にバスタブの栓も洗っていきます。それでは掃除を始めていきますが、まずはシャワーで落とせる汚れは水洗いで落としてしまいます。生き物汚れなので、あとこういったホコリとか毛とかなので頑固ということはないですよね。ただ黒カビですよね、頑固な汚れと言いますと。はい、すごく汚れがついてるんですけれども、まあ頑固ではないですよね。で洗いにくいところは割り箸に厚手のペーパーを巻きつけたお掃除棒を使って洗っていきます。これがすごい汚れてます。今の時期は気温が高いので生き物汚れが本当につきやすい時期ですよね。なのでこまめに掃除したいところですけれども、なかなかできずにいるんですけれども、そうすると汚れもたまりますし、匂いもだいぶ出てきてますね。なのでちょっと匂いが気になるんで、そのタイミングで掃除をするといった感じなんですが、そういったタイミングでやっちゃうとご覧の通り汚れがだいぶひどい状態になってますね。ここのゴムはヘラでこう取り外すことができるんですけども、今回はこのままつけたまま洗っていきます。排水口の周りも洗っていきます。中も洗っていきます。はい、水洗いが終わりましたので、ここから洗剤を使って洗っていきますけれども、今回使う洗剤はこちらです。ドメストです。トイレ用の洗剤なので、お風呂の排水口に使う場合は用途外ですので自己責任の扱いになってしまうんですけれども、排水口掃除にとっても適してるんですよ。生き物汚れがすっきり落ちるだけじゃなくて、排水口の悪臭退治にも絶大な効果があるんですよね。では早速始めていきますね。まずは蓋から塗りつけていきますけれども、こういったところに黒カビがちょっとありますんで、あ、この辺りです。結構ついてますね。こういったところにも塗りつけていきますね。黒カビももちろんよく落ちるんですよ。こう塗り広げて、はい、で塗りつけたら全体的に塗り広げていきます。まあ、ここ黒いゴムなので汚れてるのかよくわからないんですけれども、ぬめり汚れとか結構ついていますんで、そのままにしてると、まあそれが原因で匂いが出てきますんで、一見汚れてないように見えてもこう全体的に濡れて広げていくというのがコツですね。それでは筒いきますね。とろみがあるので塗りつけやすいですよね。
手で塗り広げることによって塗り漏れがないですよね。さらに塗り伸ばすことによって量の節約にもつながりますので、スポンジでやってもいいんですけれども、スポンジの方に吸われちゃったりするとちょっともったいない部分がありますし、こう指でこんな感じで丁寧に塗り広げていくことでくまなくしっかり塗り広げれますよね。はい、こういったオーリングも塗り広げていきます。本当はゴムに塩素系って良くないんですけれども、たまに使う分にはいいのかなと思って使ってます。しかもそんなに長くつけ置きするわけでもありませんからね。はい、次は排水口周りにつけていきますね。この後クルカリ入ってるんで一個塗りつけて、そうしましたら鼻の中に、まあ、適当に大体 20g ぐらいでしょうか。でバスタブ側の方にも同じく入れていきます。そうしましたらお掃除棒でかき混ぜて、でただかき混ぜるだけじゃなくて奥にこう送り込むような感じ でバスタブの穴の方もお掃除棒で塗り広げながら混ぜながら入り口を洗ってあげて、このまま15分ほど放置します。はい、あれから15分以上経過しましたのでシャワーですすいでいきます。バスタブ側の穴からシャワーを流しまして排水口の中もすすいでいきます。水が澄んできましたので最後に排水口の周りをすすぎます。はい、これで一通り掃除が終わりました。では掃除後の様子をお見せします。まずは穴の中ですけれども、ご覧の通り綺麗になりました。そしてこの周りに黒カビが入っていましたけれども、はい、綺麗になりましたね。でこのゴム跡はドメストで落とすことができません。このゴム跡を落とすときには大々の雫を使ってますね。大々の雫を使うとあっという間に落とすことができます。それではパーツ類を見ていきますね。まずはペンです。ここに汚れがたっぷり溜まっていましたけれども、ご覧の通り綺麗になりました。匂いも全くしません。はい、戻していきます。そして筒です。はい、綺麗になりましたね。オーリングをつけます。次がヘアキャッチャーですね。はい、綺麗になりました。で線ですね。はい、綺麗になりました。で最後が蓋です。ここに黒カビが入っていましたけれども、綺麗に落ちてますね。はい、これで終わりです。はい、ということで今回はドメストを使ってお風呂の排水口の掃除をしてみましたが、いかがでしたでしょうか。ドメストはトイレ用の洗浄剤なんですが、お風呂の排水口に溜まりやすい生き物汚れによく効いてくれるんですよね。でさらに嬉しいのが黒カビに対してもよく効いてくれるんですよ。さらに排水口特有の匂いにもよく効いてくれるので、本当に排水口掃除におすすめです。ただ用途外になってしまいますんで自己責任の扱いになってしまうんですけれども、排水口用のパイプハイターやパイプエニッシュと中身はほとんど同じようなものですので、変な使い方をしなければ問題なく使うことができるのかなというふうに思います。ただ当然注意点もありまして、基本的なところについてはボトルに書いている通り、例えば換気をするとか、皮膚につかないように手袋をするとか、まあ、時にはマスクをするとか、気持ちが悪くなったら外に出るとか、そういったところなんですけれども、それ以外の部分としましては、個人で浄化槽をお持ちの方は塩素系の漂白剤洗浄剤を使ってはいけないことになっているケースがありますので、詳しくはメンテされている業者さんに確認をしてみてください。ということで今回の動画が少しでも皆さんのお掃除のやる気につながれば嬉しいです。どうもありがとうございました。モテギカズヤの YouTube チャンネル、モテギ流掃除講座。掃除が苦手だって綺麗にできる。いつまでも。